今回もヌードルツアーズで購入したラーメンを作って食べていこうと思います。第6弾になります。で、今回購入したのはラーメン一作、一作こってりラーメンになります。で、パンフレットを開くと、内容物、準備するもの、商品紹介、右側にや作り方が一通り書かれてあります。で、内容物の方を見てみると、冷凍スープ、チャーシュー入り、丸山製麺の特製麺が入っています。で、こちらで準備するものは、大きめの鍋が2つと、 お好みでネギなど用意しておくといいと思いますで中に入っているのは麺と冷凍スープになりますそれでは作っていこうと思います最初にセブンイレブンで買ってきたネギこちらを2本刻んでいきますでボウルに移したら水にさらしておきますであともう一つメンマーも用意しておきましたこちらも使っていきますそれではお湯が沸騰したので冷凍スープ入れていいきます今回は大体10分ぐらい湯煎していきます で7分ぐらい経ったのでメンマも入れて湯煎していきますでもう一つの鍋も沸騰してきたのでこちらには麺を入れていきますで麺の方は3分ぐらい茹でていきますで編集を使って3分経ったので麺を湯切りしていきます温めておいた丼の中に麺を入れていきますで続いて湯煎したスープこちらを入れていきます見てわかると思いますがかなりこってりしています で、同じく湯煎したメンマも入れて、で、先ほど切ったネギ、甘みを出すためにちょっと炒めておきました。で、ネギの上にラー油をかけて、で、お供でご飯も用意しました。明太子ものせちゃっています。それではテーブルの方に移動します。で、改めまして、これで出来上がりー。それではいただきます。悩んだ末に、最初、スープからいっちゃいます。うん。うん。 こってりでうまい続いて麺も行ってみたいと思います、うん、もちろんこってりなスープと絡んでうまい書かれていなかったんですがメンマも用意しといて正解でした一作さんのホームページにも書いてあるんですが紅生姜もあった方がいいかもしれませんで今回コンビニで買ってきたネギ甘みを出すためにちょっと炒めてみましたが結構合ってて良かったです で今回はスープあまり飲まないようにしてるのは最後ライスを楽しもうとしてるからです麺もなくなったので最後にご飯を入れちゃいますで最後はおじや風にして一気にかき込んじゃいますごちそうさまです今回も大変おいしかったですということで今回はヌードルツアーズで購入したラーメン1作1作コテリアラーメンを作って食べてみました こってり好きな方にはこれ食べてほしいなって思っちゃいましたまた次回もヌードルツアーで購入した際は動画にしてご紹介したいと思いますお時間があればご視聴ください